様初江は下焼けよりも赤い顔をして決まり悪そうに両手を隠してしまいました。下焼けは崩れないうちに手当てをするといいわ。私がいい薬を持ってるから後で社会室へいらっしゃい。あら先生、また真っ赤な顔をして信子さんを見上げました。この生徒はどういうわけか信子さんに好意を寄せている様子が挨拶や態度の節々に現れるのでした。見聞を受ける寄宿生たちをあまり待たしては気の毒です。信子さんは早足になりました。果たして2階には各室の前にずらりと彼女たちが並んでおりました。